このように枝があるところを生かします。まずここで切ります。斜めに切ります。この芽のちょっと上で切ります。次のやつは斜めに切ります。これは飛ばします。ここで飛ばします。ここは飛ばします。斜めに切ります。ここで切ります。次にこのように切った枝をもう一度切り直します。斜めに素早く。このように斜めに鋭利に切ります。これでベネデルの入った水につけます。先ほど切った斜めになった切り直します。このように切ります。そして先ほどメネデールを入れた液に入れます。斜めに切ったやつをもう一度切り直します。もう一度このような切り口になります。先ほど切ったこのような切り口になります。先ほど切った、切り直した枝をこのようにメネデールの中につけておきます。これが切り口です。このように切り口になります。このように、そうですね、20分ぐらいつけておきます。そしたら十分、メネデールの入った水を吸い込んでいきます。